いきます。最初はグーじゃんけんぽい。また先行いただいちゃいました、ごめんなさい。はい、負けました。じゃあいきます、ドロー。そんなバカな、おかしいな。やっぱちょっとファイアエンブレムやりすぎたかな。いやいやいや、バディの方が。いや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 、いやでもアトラデッキパワーあるってどう考えても。ああ、そう言っていただけるとね、大変嬉しいんですけれども。いやだってあのライフの詰める力がさらに増してて、うん、その大逆転を耐えるのが非常に、まあ以前から結構めんどくさかったけど、さらにライフプレッシャーがあるね。そうですね、ライフプレッシャーかなりありますね。以前からだるかったけどさ、あと俺ライフ1払うやつばっか使ってた。それどうなんだろう。ドロー。よし、今度は間違いないのやろう。ゼモロジスト、はい、ワンゲージチャージ。最悪で、まずは普通のアルドアトラですね、うん、はい。あーつまんない、あーバディつまんない。なんか僕と同じ口癖がですね、映ってきましたね、うん、さあさあ、じゃあいきます。はい、カルバドス SD、はい、効果、手札を1枚捨てます。うん、うわ気持ち悪い、気持ち悪いのを捨てます。うわ気持ち悪い、気持ち悪いのを捨てて、デッキから、防御のカード、防御と書いてあるアイテムを1枚手札に加えます。トルマリングリン。俺も警察ぐらい手に入れなきゃな、とりあえず。ああ、そっか、警察、ああ、そっか、うん、バディアゲインで今回警察入りましたからね。うん、そうそう。ねえ。まあ、それでも意味ないぐらいライフプレス受けるんだけどね。まあ、そうですね。関係ねえから。確かにね。あれ、ライフ伸びる仕掛けはないよね、あのカード、確か。ないですね、確か。ええ。スタンドしてソウルインするだけでも。そうなんですよね。で、カルムの効果、はい、捨てたので、1点回復してワンドローします。ふざけんなー。シードルバディコールで、はい、残り12、そしてシードルの効果使います、はい、手札を1枚捨てます、はい、カルマ捨てます。うわ、キモ、気持ち悪いです。キモ。エタニティリングを手札に加えます。だってサイズさんは引けてるもんね、これでサーチしてるしね。そうですね、何でもできる、何でもできるじゃん。大逆転アルドアトラをさっきカルバドス SD の効果で持ってこなかったということは、圧縮性能が高いで、またライフ1ワンドロー、ライフ1ワンドロー。そしてですね、ここでアルドアトラ、カルバドス SD がいるので、ゲージ1払って、うん、ああ、フラッグでした、ね、あのバッツリンクなくても、ま、全然回るね。回りますね。あのあれ、ソウル抜いてバッツリンク。そうですね。てかアトラのソウルを抜きたくないとかあるのかな。ここめっちゃ山盛りになるからさ、余裕だよね。でも一応余裕っちゃ余裕ですね、うん、いきます。はい、エタニティリング、チャドロー、チャージ&ドロー、エタニティリング、うん、チャージ&ドロー。今気づいたらこれ、うん、ファイアーエンブレムっぽいね、レジェンドワールド英雄って。そうなんですよ。エンハンスメント、今気づいた。ワンゲージワンドロー。好きなんだ俺この感じ。サージャックブースト、ワンゲージワンドロートルマリングリーブってやりたいんですけど、そうするとプリズムドラゴン2枚カルムをぶち込んじゃうことになっちゃうんですよね。いや、まあ入れるんだろう普通でも。まあ入れますね、ゲージ1払って、スタードラゴンと、あ、プリズムドラゴンが防御、2枚までをソウルに入れる。なるほど。だ、防御でもいいんですけど、防御でもいいんだ。ただプリズムドラゴンしかない、しかない。しかもこのカルム2枚だけです。でもそのアイテム破壊しに行ったら落ちるから。タフチャンネルの方がカードの残量が戻りました、はい、そしてバトルフェーズ入ります。入った。エタニティリング何枚よ。2枚です今回。お、多少さっきより優しいな。4点です。6、そしてトルマリングルーブの効果発動。出た、また1点あるの、レストしてスタンドして相手に1点ダメージ。その1点の圧がマジ重い。5、終了で。ドロー、やだ、チャージャンドドロー、頑張れ、もうやだやだやだ、いいですよ、僕の口癖がどんどん映ってきてます、ね、素晴らしい。ソウルディン、うん、こっちが、タクちゃんのライフですね、ちょっとこちらがちょっとこっち側にしとこうかな。
大丈夫ですか、はい、スクールドー効果私も寄せた方がいいかな、あ、オバイダを捨てます、あ、オバイダルにくっついちゃう、こうかな、あ、オバイダを捨てて、あ、ビドウ、あ、ビドウ、あ、オバイダを、あ、ビドウ、まあ、こうかな、これは山掘りたいんでこうです、なんかで、ドローしてアルビドー効果チャージ&ドロー、そしてイングガルド捨てるのはアルビドに、ドローしてアルビドー効果チャージ&ドロー、回ってるぞ回ってるぞ待ってるぞ、するとクロス、アルビドルを捨ててめっちゃ待ってるぞ、うん、ただこれまた逆転してこれを3回破壊して、うん、そしてこいつの効果無効化にしたいね、うん、その動きをしたい、それかあのレバンティンだったら、ちなみにソウル抜くカードって入ってます、うん、入ってない、入ってないですか、今なら戦闘でメントリート社員今こっち入ってないのでソウル、うん、だからソウルは抜かれちゃうんですよね、でもまあちょっとダインスレーブで動くプランを考えてみるね、ダインスレーブですね、わかりました、無効化するのを引くかどうか問題あるんだよな、うん、そしてアルビドル効果チャージ&ドロー、待ってるよ待ってるよ待ってますねすごい回ってますよ、マーリンの助言、マーリンの助言3枚めくって3枚めくって、はいはい、チャージ&手札&墓地、手札&墓地引いてきたザルベルヒー、はい、やった、はい、そして牽制神話じゃない、うん、アンホールブレイドウォール、アンホールブレイドウォール、はい、そしてオーシラガルド、オーシラガルド、こいつをドロップして、うん、チャージ&ドロー、で、あー弱い弱いよ弱いぞ弱いぞ、じゃあアンホールブレイドウォール効果、こいつドロップしてワンド、はいどうぞ、はい、あー弱い、あ弱い、くー弱い、やったー、くーやったー、めいちゃんやってよ、めいちゃんやってよ、ゲージ1ライフ1、めいちゃん見てる、ダインスレイブ、めいちゃんね耳元でもうめっちゃ強くなったから、そうなんか ねそうなのよ、姉ちゃん来てないんだよ、めいちゃんが最近来てない、そう、あの耳元がツイッター始めたあたりが来てないのが気になるんで、ね、そうなんですよね、多分ね僕がね多分嫌になったんでしょうね、そうだね、来たらこいつがいるってなった、来たら来たら私がね最悪なんだけど、もういるって、ね、最悪なんだけど、ね、すごいチャンネルですね、はい、じゃあこれでアタックに入れます、大逆転、はい、大逆転、はい、いらっしゃい、 OK どうぞ、でまあまあまあ、うん、じゃあこうアタックした時、うん、効果発動、はい、あ逆転しないですか、だってたった2枚でしょ、うん、あ OK、うん、じゃあアタック対象は1万4000ここ、うん、で効果破壊して、うん、ですね、破壊したら2ライフ、うん、どうぞです、うん、はい、でソウルガードしてください、ソウルガード、ソウルがさようならします、はい、はい、でダインスライブでシードルアタック、うん、どうぞ、で攻撃時刻破壊します、攻撃時刻破壊されます、ドーン、破壊したら2ライフ、うん、よし、いいんじゃないの、逆転しなかったのつらいけどな、はい、じゃあターン終了、じゃあスタンドします、ドロー、うん、あーだり、ちなみにこれはですね、チャージ&ドロー、あ、来た、あ、レストされないだけだ、デスパージョン、はい、ゲージに払います、2ドロー、はい、ブリリアンシーファイヤー、ソウル1枚入れて1ゲージ、これ1ドロー、負けるな、これ負けるな、続きましてリバイバルプリズム、はい、モンスターを1枚手札に加えます、シードルを手札に加えます、とりあえずアトラが強いってことはよく分かった、シードル、うん、シードルを手札に加えます、はい、そしてシードルコール、シードルの効果、手札のカルムを1枚捨ててデッキから、防御を1枚手札に加えます、はい、僕の加える防御魔法は、もちろんもちろんもちろんエタニティリングでございます、いやドカドカーン、ドカーン、だるいな、だるいな、いやちょっとやりたい動きできなかった、今ここじゃなくてこれ2回破壊だったな、まあ、いいや、なるほど、しょうがない、手札加えます、そしてカルムの効果1点回復してワンドロー、
喋りながらだと考えられなくなっちゃう。ですよね。エタニティリング、ワンゲージ、ワンドロー。強いですね。うん。うん、なるほどなるほど。で結構ライフ伸びたね。そこはいいよね。ライフがね伸び伸びしてますね。伸びたのはいいよね。うん、どうしようかな。ちょっとここ考えますね。もうちょい。エタニティリング今何枚だったっけ。デッキよく見てなかったな。あ、3枚入ってるのかも。全部破壊されちゃうじゃん。あともう、あと2回攻撃ですよ。こいつの効果でスタンドできて1点与えられますから。全部破壊されちゃうじゃん。ふざけんなよ。ふざけてますね。ふざけてんな。なんでこんなふざけてんだ。ふざけて、ふざけすぎだよ。アタック時に3枚破壊されるよな、とりあえずな。そうですね。てか、あとロイヤルって意味ねえな、うん、リバイバルプリズム、もう1回シードル、うん、でシードルコールで、シードルの効果、ロイヤルティ捨てます、うん、ロイヤルティ捨ててデッキから防御1枚手札加えます。あ、ないですね。防御ないからめっちゃデッキ圧縮すんだね、本当に。じゃあ予備でもう1個、信じらんないぐらい圧縮すんだ、ね、これダメ。うん、どうしよう、どうしたら生きるかな。どうしたら生きるんだろう。はい、手札加えとこう。はい、バトル、じゃあまず、はい、オシラガルドいいですか。はい、はい、どうぞ。ピロピしたチャージ&ドロー。はい、どうぞ。あ、さらに対抗いいでしょうか。はい、どうぞ。こいつドロップしてワンドローしましょうかね。はい、はい、じゃあよろしいですか。はい、アルドアトラでセンターに攻撃、攻撃時エタニティリングの効果がまず、3枚あるので1枚目発動、これを破壊して1点与えたい。はい、で破壊しなくても3点入るんだよね。そうですね、3枚だね、まあ、3枚。そして2点は、ちょっと待ってね、2点、打撃を、打撃2点を無効化、無効化、はい、相手もないんで回収できません。なるほど、2回攻撃3度、終了時、アイスタッツ、あっと、これで一応このターンは生きる。じゃあトルマリングリブの効果1点入るのか、レストして相手に1点ダメージ、これは入ります。スタンドしてないけど1点ダメージしたらとか書いてないね。そうなんですよね。あ、2点残して生きたけどまだ逆転残してんだよ、もう負けるんすけど。スタンドし1点ダメージですね。レストすれば大丈夫ですから。でこれでターンを終了します。だからなるほど、これは場を離れないとかはない。場を離れないっていうのはないですね。ない、破壊されないですから。なるほど。でダメージ受けないで、一応ブリリアンシファイアが入ってるので一応バウンス耐性はあります。なるほどね。破壊とバウンスは大丈夫です。ただドロップについては、されちゃいます。これやろうかな。これ何それ、無効化して、あ、でも無効化されないんだもんね。そうです、無効化されません。ソルガードに残っちゃうんだね、はい、あ、ツンデリオン、これはツンデリオンなのでは。今の逆転ミセリアって確か全部無効化するんですよね。あ、能力すべてを、バンカードすべて無効化するからできるか。無効化されないだから、多分ここは無効化されないんですよ。なるほど。あ、要するにここは無効化されないと。だけど、うん、ドロップには行くんですよ、うん、だから要するにここそソウルガード、うん、でこれもソウルガードで残って、でこいつはデッキに行っちゃうんです、うん、だよねっていう感じですね。だね、強いのかそれ。こいつ残って逆転、あ、そうか、こいつ今下手するとハンドもリセットされるから逆転。 そうですね、そうか、こうしてでも逆転は残ってるんだよな。で、あとまあソウルが1枚しかないので、もし今の逆転ミセリア打たれたら、うん、もうソウルがなくなっちゃいます、こいつは。そうだね、そういうことはあるかもね。そういうのはありますね、うんうん、ただ今私シードルーで新しい武器は一応入れたんですけど、一応逆転ミセリア使えば全部戻りますから。そうですね、うん、そうですね。いや微妙、でもなんか動画的にやった方がいいか。そうですね、やってみましょうか。でもやるか。ちょっとこの辺のルール処理ちょっといまいち僕もピンとこないので、まあ、ちょっと皆さんコメントをください。こういうルール処理ここ違うよみたいなのちょっとゲージに払うんだね。よろしくお願いします。ゲージに払ってお手数をお願いします、はい、まあ全部手札ゲージ全部、はい、じゃあまずは手札ですね。手札をまあデッキに戻します、うん、そしてゲージ、これも手札、デッキに戻します。でドロップですね、うん、これも戻ります。これはこいつ自身も無効化されないの。こいつ自身も無効化されないです。プリズムドラゴン全て無効化されないです。君の場のプリズムドラゴン、あ、なるほど、OK、だからソウルガードは、ここはソウルガードね。でこれと、ソウルガードはソウルはここ行きます、うん、でこいつもソウルは1枚だけね、1枚だけ、ここ行きます。はい、でもこれどっかどうやって挽回するんだろう。 この6ドルにかかってるの。でこいつら戻りますですね、はい、でこれでシャッフルをします。そしてその後6枚引いて2チャージですね、はい、ハンドリセットですね。
まあ、逆転はとりあえずまだまだ打てるんですけれど。そうなんだよ、うん、この逆転打った後ですね、リチャージ。いや俺その逆転されてライフ2を耐えれないかもしれないんだよ。あー、ま、だとしかもこの店で2回攻撃持っちゃってますからね。そうそうそう。じゃあ行きます。じゃあ6枚1、2、3、4、5、6、ゲージを2枚。はい、でどうするアンホールブレイドウォール、はい、こうかな。はい、どうぞ。オースラガル、こいつドロップして、はい、手札こんな感じです。ドロップしてソウルガードしてチャージャンドロー。こんな感じです。チャージャンドロー見えますかね。イングガルド、アルギドル捨ててイングガルド、ミドロー、アルギドル効果、チャージアンドドロー。うん、あ微妙。じゃあまあバディーコールでバディーギフトを得よう。どうぞ。そしてサイズチョーカー、マーリン効果、うん、手札を捨ててアルビドルを捨てて5枚見てってやつね、うん、はい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 。あ、ゲージ1払わなきゃいけない。はいはいはい、4、5、これと魔法しかいけないから、魔法しかいけない、これを手札、うん、残りは明日。逆転使っちゃうとね、これがね使えないんですよね。そしてアルビドル効果、チャージアンドゼロ。うん、はん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 、マリン助言。まあめっちゃ回ることには回るんですけどね。強い強い強い、ね、チャージアンド手札、うん、ウォッチと、うん、お腹すいたな。お腹すきませんか店長。チャージアンドロー、まあすくけど食欲あります。皆さん最近これだけ暑いとね、すくけどね、食欲やっぱ出ないですから、皆さんこれ体調管理気をつけてくださいね。これ結構悩ましいな。これ悩ましい。でもこれソウルないんだもんね。ソウルないです今。ゲージ1ライフ1、これあるかもな、はい、チャンスが生まれてきたかも、もしかしたら。で、うん、牽制シーンはライフ1払ってこれを捨てます、はい、ドローで、ガルガンのレプリカ効果、チャージ&ドロー&ライフ、うんうん、でゲージにアルベリヒソウルイン、これでここからアタックしてこれが破壊されれば無効化されるんですよね、うん、っていう場面だった。そうですね、ええ、セット、うん、だからじゃあこれでアタックどうぞ。ただね、逆転は無効化されないんだよね。その通りです。でじゃあ一応アタック、そっか、アタック時に 逆転割れちゃうとこっちが先に処理入る。そうです。じゃあ1枚でアタックした方がいいのかな。1枚でアタック、なるほど。でじゃあ逆転、はい、使います。ゲージ、手札1枚捨ててゲージ1払います。はい、で逆転で1点ダメージ、うん、1点ダメージでアタック時、はい、ここを破壊して2ライフします。はい、ここで生きるな。お、これ逆転しちゃうんじゃない、これ。で2回攻撃、なるほど。でここが9種類あれば3、はい、数えてなかった種類、5、6、7、8、9、え、1、2、3、4、5、6、あ、9種類ある。これは 何が9種類なんですか。英雄が9種類あると、あ、なるほど、効果全部無効するっていう効果が、うわ、はい、やばいっすね。なのでこいつがうんこになりました、うん、逆転の効果は消えてないんだね、確かね。そうだ、逆転は無効化されないので、じゃあまあ連携して、はい、ただ破壊されないは逆転の効果じゃない？破壊されないっていうのが逆転の効果ですね。あ、そっか、じゃあ消えないんだ。逆転の効果をちょっと解説しますと、はい、このそのターン中このカードは破壊されず、相手の場のカードは全て可能な限り1枚で攻撃しなければならず。あ、じゃあ破壊されないんだね、このターンね。あと連携できないですね、可能な限り1枚で攻撃しなきゃいけない、うんうんうん、で攻撃した時にこいつ対象されて1点だ。惜しい、惜しいね、だから。なるほど、今やったらだって1回、うん、2回、3回で3点減っちゃうのよ、うん、そうですね。なのでしょうがないから、しょうがないから連携ができないので、うん、今逆転使ってるので。そうだね、だからアンフォールブレードウォールで、なるほど、ドローに変えるしかないんだね、なるほど、うん、あ、そうすれば1回攻撃減るんですね。そして、ね、これはドロップしないか、これはドロップしてドローを、うん、でソロガードしないじゃない。あ、なるほど、そうだそうだ、そうだ、そうすると効果がまた、そうだから逆転をさせた上でこの動きすれば崩れてたんだ、崩れてたんですね、うん、だから僕が1個前のターンで使わなかったのがやっぱ効いてるんですね。で、そうね、もう防御8000ですけど、そっち大丈夫ですか。
うん、そうダナがそもそも破壊してきた。だから1点受けたくないから、うん、これまた2枚目使ってワンドローに変えて、なるほど、で終了終了ですかね。やりました。じゃあ行きます。ドローします、はい、ドロー。そっか、今の動きを逆転使った後でやれば強いんだ、うん、逆転の効果は消えない効果じゃないんだよね。逆転であって、それ変な裁定があってね。あ、変な裁定があるんですか。うん、逆転は消えないんだ。ドロー効果ではなくて、逆転による効果っていう別枠なんだよ。あ、逆転による、うん、効果なんだけど。あ、わかる。リバイバルプリズム、カルムを回収します、うん、で意外と知らないでしょ。逆転出始めの頃はそういうなんかルール説明があったんだけど、 SD コールします。 SD の効果、うん、手札1枚捨てます。デッキから、アトラのカード、アトラのモンスターか、もしくは防御のアイテムを1枚手札に加えます。ホ、うん、ルマリングリーブです。さあ、タクちゃんが今どっか行っちゃいました。すいませんね、こんな緊張がね、ちょっとね、つまらないでいくと本当申し訳ない。いや本当、アトラでも俺頑張ったよね。今逆転させてたら勝ってたんだぜ。ワンドロー崩れてたんだぜ、これが。崩れてましたね、完全にね。いきます、エンハンスメント、はい、ワンゲージワンドロー、いいとこまで行った。サージャックブースト、ワンゲージワンドロー、シドルコール、うん、シドル効果、手札のカルムを1枚捨てて、デッキからエタニティリングを手札に加えます。デッキリセットされてからまた1ターン目みたいな動きされてるんだけど。そうですね、ああちょっとね、今、はい、じゃあ、まあ動画的にも無理なんで、いいっすか。エタニティリングだって3枚入ってんだよね。そうですね、もう無理です。でカルムの効果で1点回復して、無理です。ワンドロー、ちょっと待って、エタニティリング入れて、うん、ワンゲージ、無理じゃなかった、キラえ、無理じゃなかった、無理じゃなかった、無理だと思った、無理じゃないかって。どういうことですか。ゲージ値払って、うん、じゃあプリズムドラゴン2枚までソウル入れます。あ、でもダメだ、そのクックがあるから無理だ。クックでこいつ起きるよね。全体レスト持ってるんだけど、このスタンドできないってあります？書いてない。書いてない。じゃあこのままバトルで。あら、全体レストじゃあ。全体レストとカードもですか？うん、全部だね。すべてのカード。英雄が10枚以上あるの。まあある。あ、でもこいつはレストしないとスタンドできないんですよ。こいつをレストして。あ、本当？あ、じゃあ生きたかな。はい、だから、うん、だからどうするかっていうと、これに対抗でカウンターっつって。うん、これをレストしてスタンドして1点与えたいっていうしかないんですよ。なるほどね、1点だけになっちゃったんだよ。そうですね、でこれで全員生きた生きたまさかの、あ、これは厳しい。でロストができたらよかったんだけど、ロスト引いてないんだよね。あ、もう終了です、ね、って、まだ続いちゃうこのゲーム、すごいですねこれ、すごいな、うん、ゲージチャル相手の場のカード1枚をレストする、うん、だけど10枚以上ドロップが、ドロップに10種類じゃないですね、10枚以上でいいんですね。それで相手の場のカードすべてレストする。だからもうそれにカウンターとマリングリブで1点与えるしかないと。スクールド、ただもう逆転がないから俺も派手に動き回っていいんだよね。そうですね、スクールド効果、アルビドル捨てて、俺なんか一瞬諦めたのにさ、おっと、こうかな、こう入れ替えてドロー、そしてアルビドル効果チャージャントロー、これ使ってこれ捨てて頭っと持ってくれよ、ね、ライフ1払って、ライフ1払って、うん、ガルガーのレプリカでいいのかな、うん、ガルガーのレプリカを持ってきます、うん、はい、ここでライフ1、はい、で、スクルードドロップソウルガードして、こいつをアストロフォーコール、うんうん、そして、今4枚カードがあるので、ゲージ1で来た、ランティン、うん、そして、うん、リングガルド、手札を捨てて2ドロー、捨てたのはガルガルレプリカなので両電が発生します。最初にコールしたモンスターってどれでしたっけ。これだ、これかな、これか、あ、わかりました、はい、1回目、あ、ロイヤリティあるなロイヤリティあるなじゃあ3体目、じゃあここでロイヤリティ、ゲージ1払って、うん、これ以上コールはさせなくする。そうですね、俺マーリンとかコールしてないもんね、スクルドからだったよね。そうですね、確かそうです。で、こいつ出たことによって無効化されてるけどこれがあるっていうね、無効化されなくなってますよ、なってるだるい。ここでね、あいつを引かせない、うん、今間違ったか、じゃあこれ持ってくれば勝ってたのか。でもライあ、また間違ってる俺いや、まあいいですいいんですよ、これがカードゲームの面白いとこです2万だと届くよね、2万だと、今8000なので、はい、はい、デュプシ、じゃあデュプシにカウンター、あとマイナス5000されてるわこいつの効果で、
ってあ、なるほど。じゃあ3000ですね。3000ですね。じゃあメントリート社員、無効にして、攻撃無効にしてソウルに入れます、で入れたら、1点回復。俺プレミスタワーワンフォローします。今ダインスレイブ持ってきたらこれ崩して勝ってたんだ。なるほど。2回ブシ。じゃあ2回目、ソウルガードでブシブワシ。はいはい。じゃあアルベルヒットブシ。じゃあ1万5000下がってるわね。じゃあ3回目、はい、2回目ブシ。4回、でこれが6000の届いてるのか、5000下がってるか、ね、5回目、で2回アップ攻撃、6回目でこいつの効果、英雄1枚選び、はい、選びゲージ払うと、はい、こいつが起きる、はい、でさらにドロップに5種類以上ある、あるよね。こいつもスタンドして打撃プラス1、はい、もう1回、はい、ジャパン終了。じゃあ終了時、はい、プリズミックブレス8回攻撃したので8枚めくります。ロスト化されるじゃんこれ。確実にロスト化されるじゃん。5ちょっと6 7。あのね、今これトリスメギトスで、うん、ダインスレーブ回収してれば、うん、この靴を崩して無効化って言えてたのね。じゃあ手札2枚手札加えてで1枚もう思考が壊れてるから、で残りをデッキの一番下に戻して1点回復します。はい、こうですね。でロスト化かな。その通り、はい、ロスト化して、デッキを、チェンジします。はい、ちょっと待っててくださいね。こうですね。ロスト、もう生きれない、俺はもう生きれないぞ。じゃあすいません、こちらのねゼロ使い魔のロストデッキを使わさせていただきます。めっちゃ長いファイトになってるね。めっちゃ長いですけどね、これね今もう40分超えてますけど、2000やって40分超えてますから、うんうん、1000あたり20分ぐらいですよ。いや、に特に2000目がね、っていうかね、あの粘りがすごかった、うん、お互いあと詰め切るタイミングで詰め切れない。そうなんですよね。ゴミだから、お互いちょっとね、お互いゴミファイターだから。だってそちらはだって俺絶対これ崩れてたんだよ、さっきのターンに。そうですよね。もうただこれデッキ変わったことによって、エタニティリングがまたさらに追加で入ってくってことはなかなか、もうドロップにもう全部エタニティリングいっちゃったので、うん、回収とかなかなかないから、ロストベイダー回収ぐらいしかない、ね、ロストベイダーを回収ぐらいしかないですね、はい、じゃあ私ターンいただきます。ドローします、はい、ドロー、うん、ふむ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 、じゃあチャージします。ドローします。いただきます。あー、ひどい、このゲームひどい、本当に自分の爪の甘さ、甘さがゴミすぎて、はい、ドロップのカード3、4、ちなみに貫通受けないんだもんね、これね、貫通4点だったけど。そうですね、余裕で受けないんだよね。じゃあすみません、7枚、ドロップからこのソウルに入れます。でそれソウルに行くと攻撃無効だっけ。攻撃無効ですね。うんこ、うんこでございます。さあ続きまして、ここにシードルをコールします。でシードルの効果使います。もうさすがに戦意喪失して手札を捨てます。手札を捨てて、自分のデッキから、防御1枚手札加えます。あ、防御あるんだロストデッキに。もちろんでございます。これ防御なんですけど、そうか、ロストした後も強いんだアトラって。ただ防御についてはですね、あの防御のカードって実はですね、あのこれしかないんですね。今もう使っちゃいました、これ。あ、それが防御ついてんだ。そうですね、そうか、そういう意味でもそれがアトラのロストデッキに入るのか、はい、そうですね。でこれあと1枚しか設置できないなんて書いてないので、うんうん、何枚でも設置できます。だからこれをまあとりあえず入れます。でアトラの影響下だと、まあ、破壊はされないからね。そしてディスパージョン、ゲージに払って2ドロー。あー、もう終わろっかで、いきます。ここまでは撮影したけどさ、バニティガイデストロイヤーですね。もう終わろう。で、ここにクーフォードマンドコールしますね。これ正直これ、まあこれで2回ダメージカットできるけどね、そこだけなんだ。あ、やれることがあるとしたらそこだけなんだ。あ、本当悔やまれる。ダメージカットでもきつかった。だからこれね、多分これダインスレイブ安定だよ、この枠。これがピン済みでダインスレイブ2だ。7枚入れます。はい、いいよいいよ、入れます。勝手にやって。俺反省してるから、もう反省フェーズ入ってるから。じゃあアタックフェーズ入らせていただきます。移動するよ、関係ないよね。はい、そうです、はい、じゃあクーフォードマンドで、攻撃、攻撃時効果、うん、
ロストベイダーが攻撃したとき相手の場のカードを1枚破壊してダメージ1点与えたいです。なるほど、破壊対象はまあ何でもいいか、まあ、武器は割れないから武器、あ、じゃあこいつの効果でこれドロップして、はいはい、ドローかな、ドローします、はい、で1点ダメージ入ります。1点入っちゃうのかな。で攻撃位置どうでしょう。貫通ないよね。貫通ないです。でスタンドアタック時ずっとやるのそれ。そうですね、ロストベイダーが攻撃したとき毎回発動です、うん、じゃあまあ粘るか、これ使ったから攻撃時で、どれ破壊しようかな。まあまあこれかな、はい、じゃあ俺これでここドロップして次受けるダメージゼロにする、はい、すいません、うん、僕大逆転使ってるんで、うん、ダメージ減らないんです。ああそうだった、ゼロに減らすだ。イエーイ。これがもしゼロにするっていうテキストだったら、うんうん、あれだよね。そうですね、ゼロにするだったらいいです。ゼロに減らすって書いてあればダメだね。そうですね、ゼロにするなんていうテキストあるかどうかは知んないけど、ほら1になるとかあったよね。1になるな、ゼロにするは黒竜の盾かな、あれ減らすだかな。意外とないか。意外とないんですよ。ゼロにするはないのか。 1にするはあったよね。1にするはコスモバリアとか、コスモバリアとかね、相手のライフを1にするとかってありました、はい、分かった、はい、でも俺もう勝ち筋ちょっと見えた。お、だから無効化した上で、はい、てかこれで圧をかけた上で、まあ、逆転使わせた後この展開して、うん、あ、そうですね、この靴を破壊して靴をぶっ壊して、でこいつでほらこいつを起こしたりすれば3回破壊ができるから。なるほど。で真ん中崩れすっていう動きがあると。はい、長々とね、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたち